罠じゃありませんように。罠じゃありませんように。なに罠だ。さあ、じゃあここであの女の子は、なんか超動き回りよるけど。ブツブツ、こもりしながら酒場の休止なんてできるわけねえだろうが。ブツブツ。おめえさんたち頼むよ。早くこの子のおやじさんを見つけてくれ。仕事になりしね。やっぱこの子幽霊ではないってこと？よくこういうとこ初めて来たよ。綺麗な瓶がいっぱい並んでて、ちょっと不思議な匂いがするのね。お兄ちゃんお姉ちゃん、パパのこと絶対見つけてきてね。私いい子で待ってるから。かわいらしい。あなたたち、ルコちゃんのお父さんを探しに行くんでしょ？私が見てるから心配しないでね。優しいお姉さんだね。ってことはこれも扉ということか。お、裏側に出られた。お、びっくりした。何がついてきたんかと思ったわ、一瞬。特に何もないんかな。この辺に何か。14ゴールドを手に入れた。あ、なんか超綺麗じゃない？なんか水超綺麗じゃない？輝いとるやん。お、こんなところに。俺の息子の結婚祝いに最高級の金の指輪プラス1以上プレゼントしようと材料にある金の鉱石を用意したのさ。だけどよくよく考えてみれば、自分で作ろうにも無骨な鍛冶屋の俺じゃ指輪なんて洒落たもんは作れねえ。なんだって？あんた噂に聞く不思議な鍛冶を使えるっていうのか。不思議な鍛冶はアクセサリーも作れるって聞いたぞ。なあ、俺の代わりに金の指輪プラス1以上作ってくれよ。ほうほう。それは何、材料とかくれるんですか？おお。おお、引き受けてくれるかい。なら俺の横に置いてある宝箱から金の鉱石を持って行ってくれ。それから不思議な鍛冶で必要になる金の指輪レシピもあんたにやるよ。おお、ありがとう。アイナはレシピブック黄金の指輪入門を受け取った。アイナは黄金の指輪入門を読んだ。さあ、これで金の指輪が。レシピにある素材を使って不思議な鍛冶でいい仕事をすりゃ金の指輪プラス1以上が作れるって話だ。もしプラス1以上にならなくても打ち直しの宝珠ってのがあれば素材なしで打ち直しができるらしい。金の指輪プラス1以上用意できたら装備せずに俺に渡してくれ。それじゃ息子のために頼むぜ。最高の金の指輪プラス1以上用意してくれよ。クエスト、鍛冶職人の親心を引き受けました。ということでもらっていきます。金の鉱石を2個見つけた。イエーイ。持ち逃げはしないよ。大丈夫よ。6ゴールド。魔法の小瓶。この先には飛んでいけない。戻るか。よし。ああ。通れんかと思った。ベロニカは戦闘に参加してくれるんかな？よくわからないけれども。そしてちょっと。強い武器はあります。ホムラの時はいつでもキンキン、打ち立ての研ぎ立てが揃ってるよ。さて、それじゃ、いらっしゃい、ここは武器屋だよ。あ、これ鉄の体験をとりあえず、鉄の体験だけか。なるほどね。じゃあこれをアユナが装備します。じゃあとりあえず医師の体験を袋に装備していきます。そしてホムラの防具はいつでも新鮮、ほっかほかの出来立てが揃ってるわよ。さあ、それじゃ、ここは防御屋です。どんなご用でしょう。こっちは一応今両手剣持っとる剣、盾は持てんよね。お、羽帽子、羽帽子二つと鎖片びら二つかな。ふんふん。ってことで、これで、とんがり帽子と代わりに。そして、髪も装備します。安いね。安いね。革のドレスがさっきまであったっけ？あったんかな？あったんかな？見えてなかっただけかな。さあ、これも、両方に。さあ、これで、
これで攻撃力と守備力がアップした。壊せるものは何もないですか？ないね。ないね。おいし、それじゃあ、これは？あ、こっからは降りられない。こっちか。こっちか。この先は別の方向に行くな。あれ、どこから来ましたっけ、私。あ、いや、こっちで合ってる？ん？こっちで合ってる？違う、こっち温泉。こっち虫風呂。あ、こっちだわ、こっちだわ。ここの周りを通ってのやね。迷子になりやった。迷子になりやった。ここから西の海岸あたりには、地下深くに続く不思議な迷宮があって、時々黒いお化けが現れるそうだ。え、あんたその西の海岸に向かうのか？肝試しとかなんだか知らないが、小さい子も一緒みたいだし、気をつけてくれよ。優しいね、お兄さん。さっきから、子供の心配をめちゃくちゃしてくれるけれど。とりあえず一旦ここでセーブしておきます。神の教えを広めるため、この里に来たのですが、ここの温泉というものが気持ちよすぎて、つい目的を忘れそうになります。さて、頼もしく神のしもべよ。我が教会にどのようなご用じゃな？さあ、お祈りをしておきましょうか。なんかすごい簡易的な教会やね。あ、すごい、なんかあれ、小さい鳥居？小さい鳥居になんか教会のマークを縛り付けているのね。おいし、それじゃあ向かっていこうか。西の方向。西の方にまっすぐ行きよったらいいかな。これで、あの、荒野の地下迷宮っていうところかな。なんか間に、日の乃木火山とか、なんか鍵かかっとるとこなかった今。あったよね。あれはいけない場所ということなのかな。お、なんかあそこに宝箱あるんだけど。あれは取りに行けないのか。あー、降りれない。降りれない。あ、この辺水がめっちゃ、そのうち行けるんかな。なんかあれよね。モンスターの能力とかがいるんかもしれんね。泳げるみたいな。この先、日の乃木火山。あ、そこ？あ、ここ、ここは火山入り口か。ここは多分、まだ。この先、日の乃木火山。ような着物は立ち入るべからず。立ち入りたくば、ホムラの里で許可を得よう。あ、ほら、やっぱり。許可を得ないといけない場所がある。なんかあの辺道すごい狭いな。あ、馬呼べる鐘のマークがあると。あ、あそこキャンプ地。うわ、細っ。狭いところじゃないわ。ちょっと待って、ちょっと邪魔だよ。ちょっと邪魔よ。目の前に。ほらほら、この辺でちょっと馬を呼ぼう。よし、来た来た。そして、関所、地下迷宮。あのマークは関所？で、違うところか、また。へい、キャンプ、キャンプ地。で、ここで、あれやんね、こっちでしとけばよかったね。キャンプがあるんやったら。とりあえず、もう一回ここで。もう一回ここで。よし。だってまたあれ、もしやられた時に、里まで戻されるってことやろ。お、こいつ。ケイティ。大きい。あ、あそこになんか光よる。ちょっと降りていいかな。あ、こっちから回れる？あ、回れるわ。回れたわ。目覚めの花を手に入れた。ん？お、これは？銅の鉱石、鉄鉱石。おっしゃー。あ、こっちの方がなんか、なんか鍵みたいなのついてるところ。あ、これは旅立ちの祠ですね。多分。
あれでまたどこかしらに行けるということなのかな。でもなんか多分ここですることが終わらんかったらいけんのかなっていう勝手な予想勝手な予想。さあ着いたよ。強力な敵出てくるかな。荒野の地下迷宮。とりあえずあっこの階段のとこに向かえばいいんか。おお、びっくりびっくり。あ、あそこに宝箱が。罠じゃありませんように。罠じゃありませんように。なに、罠だ罠だ。しかも中にモンスターが入ってるとかでもなく、宝箱に行くまでの間に。さあこれは、あ、世界中の葉やったね。え、なに、2枚 ?2 枚2人分。ベロニカの分はないんすか。別に2人分じゃないかな。神がしまってくれたっていうだけかな。とりあえずこっちじゃないぞ。こっちじゃないぞ、こっちだぞ。ここに階段があるけど、これは、あ、はしごなのね。これはなんかさっきのあたりに戻ったりするんかな。てか結局さっきのあの宝箱は何、取れるの取れないの。あ、ここ普通に向かおうとしようったとこかな。別の場所。お、さっきのとこやんね。端っこを通、端っこを通ってもダメなの。ダメなんすか。くそ、なん、あ、さっきとはまた別の場所か。宝箱ないね、開けたやつ。そう、欲に目がくらむとこういうことになる。そしてここはどこですか。あっちの方向なんか黒くなってるところはまだ行けてないところっていうことかな。とりあえずあっちの方向に行ってみよう。お、なんか扉あるよ。扉には鍵がかかっているですって。行けないじゃないか。ってことはやっぱりあそこのはしごに行くしかないということね。ほうほう。なんか同じような場所やけんよくわからねえけど、さっきと同じとこなんかな、違うとこなんかな。そこがまずわからない。なんかこの上がり方めっちゃ間抜きじゃない。前からすごい重いようんやけどさ前からすごい重いようんやけどさ。んで、あ、あのマークはあれか、あのあれじゃないあの水晶みたいなのがついてる植物の根じゃない。あ、やっぱり一回崩れた場所は崩れっぱなしってことは違う場所やったんやね。なるほどなるほど。ほら、あのなんか犬の中身が実はおっさんだったっていうのが分かったのと同じ。ほらほらほら、胎児の根に手をかざしますか。これで妹のがなんか分かるんじゃない。なんかパラパラ落ちてくるけど大丈夫、崩れてこない。お、シャドウ。なになになに、あぶねえあぶねえ。この先には確か落とし穴があったな。こいつ空中に浮いとるんや。落とし穴関係あるの。仕掛けを作った張本人が下手打って穴を開けるわけにはいかねえ。ここは回り道していくとしよう。こいつが作ったんかい。え、空中に浮いてるモンスターでも落とし穴に落ちるの。どういう仕組み。え、で、今のは一体、どこですか。ここ?ここのこと?はい?回り道。こ、落とし穴じゃないか。どこのことだよ。わからねえ。あ、これ乗れるやん。えい!これ乗れるやん。やったね。要はあれやろ、あの子からこのスカルライダーからスカルを取り上げるっていうことやろ。お、魔物の群れをやっつけた。
やった、乗れる。いえ、なんか気持ち悪。え、動き気持ち悪。ダッシュ。ダッシュ？ジャンプとかじゃないんや、この子。この子やって。この子っていうほど可愛くないけど。シュ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 。うわ、気持ち悪。鉄鉱石を手に、あ、何これ何これ何これ。お、これで上がっていける。そういうやつ。あ、落とし穴んとこやん、これ。あ、え？そこに上がっていける。いやー、なんかすげえ気持ち悪いけど。あ、これさっきのとこやんね。これさっきのとこで、これダッシュでしていったら落とし穴に落ちる前に行けるとか。はぁ、あ。お、行けたやん。今のとこ落とし穴のとこやろ多分。あとこれ、あはここも。あ、でもなんか宝箱をやったね。やったね。羽帽子ゲット。こう、またしても前からなんか。あ、この辺は上がれないのか。上がれるところは一体どこ？あ、これ。ここにも宝箱いっぱいある。金の鉱石2個見つけた。宝の宝庫ですね。宝の宝庫ですね。ここもなんか落とし穴っぽいな。なんか吹き飛ばしたんだけど。なんか敵吹き飛ばしたんだけど。そういうことができるの？ここってもしかしてさっき開かんかったとこ？向こうからなら開くってこと。そういうことね。なんかどこに落とし穴があるんかよくわからんけんさ。とりあえずこういうところはダッシュで行けばいいんかな。こっちか。これのまま上がれるん。いやー、上がれね。さっきの扉、さっきの扉は別に越えてくる必要はなかったんじゃないかな。しよう。これで、あっち上がれるけど、あ、ここ上がれる、ここ上がれる。よし。降りることもできるんよね。あれ？あ、またここに戻ってきた。またここに戻ってきた。で、どっちの方向だ？こっち。こっちじゃない、こっちか。こっちの方向に何か。ん？あれ何？教会？教会のマーク？なんか途中で、落ちるじゃねえか。落ちるじゃねえか。上がれるだけってことかな。あれ、またこの場所？またこの場所？あっちは落とし穴がある。カサ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 。落とし穴の場所から素早く復帰です、できますよっていうだけかな、このモンスターは。あっちは落とし穴、こっちから行けばいいということかな。カサ、行けないし。行けないし。他に回り道があるのか。どこでしたっけ？こっち。こっちじゃない、こっち。こっちだ、こっちだ。え、なにこれ？とある冒険者が死に際に残したメッセージのようだ。アイナは壁に書かれた文字を読んだ。光り輝くスカルライダーを倒し、その足跡を辿るべし。去れば地上への光与えられん。ごめん、もう気づいてるわ。もう気づいてるわ。これスカルライダーの足跡？っていうことなんかな。え、結局あっち側には行けないということかな。え、行けないの。
落ちるかな、落ちるかな。はあ、落ちた。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。